えー、こんばんばは、えー。マスタートです。農、え、家、ー、との編集でお送りしていますこの「一分会の卓」今日もこの近藤達彦さん、えー、新防衛研究チャンネル第2位チャンネルからのどうなります、えー、他の情報もありますね最近はこのジョネスカサチャンネルのこの、えー、先ほどの動画でこのロシアエンド北朝鮮ですねそしてボグダンさんのこのジョージアのこの不正選挙そしてこの、えー、チェチェンのこのタゲスタンとの、えー、カデエフの、うん、ちょっと と乱でいろいろとこの、えー、私も他の情報最近はネねとっさん TV さんなんかなか拝聴する機会がありませんでしたけどネットたタレスいろいろとこの、えー、あれですねライニュース登場しますけど、えー、新貿易研究さんですらもボグさんですね結構僕グさん最近この u t タイムズですね結構情報発信してこの 現在、実際、急に在住していると、このコネクション、太いパイプがありますね。いろいろこ、この、このえ、情報がありますね。まあ、えー、出せる情報と出せない情報がありますね。えー、まあ、僕団さんも見ぬ危険がありますので、えー、あまり、えー、この、今、戒厳、旧、えー、もあれですね、ウクライナも戒厳例ですので、まあ、国家にとって国家機密がありますので、えー、出せる情報と出せない情報があると思いますけど、シンボイ研究チャンネルさん、えー、この、いつも、えーウ ウクライナの三部本部からのおあれあれ情報ですね、いろいろとまた情報してますけど、新抱研究チャンネルさんから、ロシア攻撃、えー、攻勢を強める1600億超えの戦車ということで、えー、このようにこの、えー、1日1000人以上も削られていますね、クルクスではこのウクライナの,この危機改正でこのおそれロシアに侵攻し,しまして、ね、陽動作戦。そのたためにこのまたあ プーチンはこの北朝鮮を抱き込んで、えー、この3か月,月で10万ですね、今、えーまあ、1か月ぐらいでこの3万人かな、1か月で 3, 人3万人ぐらい、このロシアが削られていますので、この,この3か月で10万ぐらいということで予想されていますね。えー、なかなかこの東部は苦しい、ウクライナは厳しいですね、いろいろとボクダさんによれば、なかなか防御ですね、防御をそんなに、今ザポリージュでは、 この壁を作っていますいうけど、えー、なかなかこの、うん、戦線が起きますので、えー、なかなか、えー、このロシアはまあ談合戦を得意とすることでモグ,ラモグラ部隊ですねまあ北朝鮮へもそういうに参加することが言われていますけどいろいろ、えー、情報があれですね、えー、この、えー、北朝鮮はこ精鋭化これとでも、えー、このこの砲弾の肉弾 えー、肉弾に特技がいろいろとこのいろんな説がありますけど実際この北朝鮮が参戦してますね、えー、こういう今回この。 行いない世界大戦、えー、韓国も黙っておられないですね。いろいろとこの、うん、全面協力して、えー、兵器も全あれですね、えー、完全に提供する流れになっていますね。えー、本当にこのウクライナ戦争こ,この北朝鮮、そして、えー、この中国も裏で弾いてますね。イラン、そしてこの、まあ、イランもこのイスラエルの,この中東情勢と、 えー、絡みますねハマスそしてこのヒズバトンの戦いこのイラン、えー、トルクもそうですねトルクもいろいろとこの裏からあロシアブリックスですかねそういう流れですけど、えー、絶対に、ね、このプーチンが始めたこの2014年のこのおクリミア一方併合そしてドンバス戦争今回の全面戦争ですね絶対、えー、このロシアの プーチンによるソ連崩壊時のこの、えー、ウ,ウクライナの独立の完全な主権ですね、えー、今回よりに、えーまあ、高市杉雄さんがこの元、えー、防衛研究所今本書に戻っていますけど中国が台頭してきてこうしてバイデン大統領のこの登場にこの隙に完全に、えー、プーチンはこの出ましたですね、えー、軍事特別戦線と言いますけどこの、えー、グルジアもそうですけどモルドバもそうですけどほとんどそういうやり方で、えー、この です。プーチンによる力の現状変更を許すべきじゃないですね。えー、プーチ、ン、ロシアをこのウク,ウクライナから追い出して、ウクライナにし、えー、エイコアで、えー、ウクライナに平和ですね。また、イスラエルにもシャロームですね。引き続きこの辛抱、えー、研究チャンネルさん、えー、近藤さんをウォーチングしていきたいと思います。マスターとすマスターとの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンともよろしくお願いします。次回の1分間でお,お会いいたしましょう。マスタートでした、シューゲネスパシャンプレジシャロム、シャローム、シャローム。